こんにちは。今日の講義は書籍経理の一流、二流、三流です。経理の世界にはただ仕分け入力しているだけでは、経理ソフトにとって代わられる経理部員もいれば、財務的、経営的視点を持って効率よく働き、他部署とうまく連携し、まとめ、数字全般を分析し、経営者に提言できるスーパー経理パーソンもいます。この書籍はそんなスーパー経理パーソンになるための指南書となるでしょう。著者は民間企業の経理担当、税理士、講師という3つの視点から経理職の展望について分かりやすく解説できる唯一の人物です。彼は自身が三流の、仕事もできず上司の犬の散歩を強いられるようなブラックな建設会社の新入り経理部員としてスタートしました。しかし彼は一念発起して簿記の勉強を始め、経理の仕事を根底から理解し、会社を動かす経理に育ちました。そして簿記を教える講師として、経営に伴走する税理士として、日々脳に汗して東奔西走しています。この書籍は普段パッと華やかではありませんが、会社を動かす裏方として控えるイメージの経理の方々がもっと前に出て会社を動かす活躍をしてもらえるように、著者が渾身の力を込めて書いたものです。これから経理の道を歩む人々にとって重要な教科書となるでしょう。さて、この書籍では以下のような章立てで経理の一流への道を探求しています。まずは第1章から見ていきましょう。第1章では一流の経理マインドというテーマで、経理の基本姿勢や考え方について解説されています。経理とは単なる数字の処理ではなく、企業の財務状況を理解し経営に貢献するための考え方や心構えが求められます。一流の経理マインドを身につけることで、経理の仕事に対する姿勢が変わり、より高いレベルで活躍できるようになるでしょう。第2章では一流の会計能力というテーマで、会計の基礎から応用までを網羅的に解説しています。経理の仕事においては会計の知識が不可欠です。この章では経理がどのように会計を活用し企業の財務状況を把握するかについて詳しく説明されています。第3章では一流の財務分析能力というテーマで、財務データを分析し企業の健全性や成長性を評価する能力に焦点を当てています。経理はただ数字を扱うだけでなく、その数字から企業の課題や可能性を読み取る能力も求められます。この章では財務分析の方法やポイントについて解説されています。第4章では一流の企業会計ルールというテーマで、企業会計の基本原則や規則について詳しく解説されています。経理は企業の財務報告を担当する重要な役割を果たしていますが、その際には会計ルールにのっとった正確な情報が求められます。この章では企業会計の基本的なルールやその運用について解説されています。第5章では一流のデスクワーク術というテーマで、経理業務を効率的に行うためのテクニックやツールについて解説されています。経理の仕事はデータ入力や帳簿管理などのデスクワークが中心ですが、その効率化が求められます。この章ではデスクワークを効率的にこなすための方法やツールについて詳しく解説されています。第6章では一流の経理リーダーというテーマで、経理部門をリードするためのリーダーシップやマネジメントスキルについて解説されています。経理の仕事は単なる数字の処理だけでなく、部門全体をまとめ統括するリーダーシップが求められます。この章では経理リーダーに必要なスキルや考え方について詳しく解説されています。最後に第7章では一流の経理勉強術というテーマで、経理職のスキルアップやキャリアアップのための勉強法について解説されています。経理の世界は常に変化しており、新しい知識やスキルを身につけることが求められます。この章では効果的な勉強法や学習リソースについて詳しく解説されています。以上がこの書籍の章立てと内容の概要です。経理の世界における一流を目指す皆さんにとって貴重な情報源となることでしょう。経理とは企業の財務状況を理解し経営に貢献するための重要な役割を果たすものです。一流の経理パーソンになるためには高い会計能力や財務分析能力が求められます。この書籍はそのようなスキルを身につけるための手引き書として役立つことでしょう。さらに
この書籍は経理の世界におけるリーダーシップやマネジメントスキルにも焦点を当てています。経理部門をリードするためには単なる数字の処理だけでなく、部門全体をまとめ統括する能力が求められます。この書籍を読むことで経理パーソンがリーダーシップを発揮し、組織をより良い方向に導く力を身につけることができるでしょう。またこの書籍は経理の勉強法や学習リソースについても詳しく解説しています。経理の世界は常に変化しており、新しい知識やスキルを身につけることが求められます。この書籍を読むことで経理パーソンが効果的な勉強法を身につけ、常に最新の情報にアクセスし続けることができるでしょう。この書籍がもたらす効果は経理の世界におけるスキルアップだけにとどまりません。経理の仕事は企業の財務状況を正確に把握し経営に貢献することが求められますが、その過程で他部署との連携やコミュニケーション能力も重要です。この書籍を読むことで経理パーソンが他部署との円滑なコミュニケーションを図り、より良い結果を生み出すことができるでしょう。またこの書籍は経理の世界におけるキャリアパスや展望についても触れています。経理パーソンが一流のスキルを身につけることでキャリアの可能性が広がり、より充実したキャリアを築くことができるでしょう。この書籍を読むことで経理パーソンが自己成長を促進し、キャリアをさらに発展させることができるでしょう。このようにこの書籍は経理の世界におけるスキルアップやキャリアパスの拡大だけでなく、他部署との連携やコミュニケーション能力の向上など様々なメリットをもたらすことでしょう。経理パーソンがこの書籍を手にすることでより一層の成長と成功が期待されます。そして最後に、読書で勉強も大事ですが、美容と健康管理も大切です。なぜなら健康な体と心があってこその学びや仕事があります。健康でなければどんなに知識をつけようともその活用や実践が難しくなります。さらに健康な体は美しい体でもあります。そのため美容と健康管理も日常生活の一部としてしっかりと取り組むことが重要です。その中でもダイエットや健康管理に特化したサービスとしてライザップのプライベートジムとライザップウーマンが挙げられます。ライザップは専属トレーナーによるマンツーマントレーニングを提供し、食生活やメンタルのマネージメントもサポートします。また30日間の無条件全額返金保証がついており、安心して挑戦できます。個室のプライベートな空間でトレーニングを行うため、他人の目を気にせず自分のペースで取り組むことができます。ライザップウーマンは女性専用のプログラムを提供し、美しいボディラインを目指す女性たちに最適なサービスです。ウェイトトレーニングだけでなく、ファンクショナルトレーニングやストレッチなども含まれたトレーニングメニューが用意されています。さらに低糖質だけでなく、女性に必要な栄養を考慮したお食事管理も行われています。トレーニングと食事管理に加え、美容マシンや美肌に導く機器も完備されており、総合的なアプローチで理想のボディを手に入れることができます。このようにライザップのプライベートジムとライザップウーマンはダイエットだけでなく健康管理や美容にも特化したサービスとして注目を集めています。自分の体や健康に投資することは自己成長やキャリアアップにもつながる重要な一歩です。気になった方は概要欄のリンク先から詳しい情報をご覧ください。以上で講義を終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。